天下三班893番初駅太郎です。本日のお話は無期懲役のムキムキの体についてお話ししたいと思います。報道番組である長期刑務所のね特集をしたみたいで皆さん驚きましたね。無期懲役のムキムキの男がムキムキの体で走ってる姿を見て衝撃的だったですよね。おそらくあの刑務所は入れ墨を入れてる人はダメで、なので裸になってもいいと。本来は裸になっちゃいけません。タンクトップっていうかランニングシャツを着てないとダメで、それでも入れ墨が入ってると半袖のいわゆる T シャツ状のシャツを着るっていうのが通常だと思います。なんであの刑務所は入れ墨が入ってる人を入れてないがためにできることなんです。じゃあなぜ入れ墨を入れてる人が裸になっちゃいけないかって言ったら、入れ墨を見せることで圧をかけるというかビビらせる。いやだけど刑務所入ってるもん、今更入れ墨見たところでおおすげえな立派だなっていうのはあるかもしれないけど、だからその立派だなっていうことがダメなのかな。おおってやっぱり筋彫りに対して全部仕上がってるよ。おお、まあそれがダメだっていうことで、アクセサリーとかね、例えば時計をつけてるとかブレスレットをつけてるってことができるわけじゃないから、何かその装飾してる入れ墨がっていうことを勘、要は刑務所側はそう取るのかもしれませんけど、まあ見せびらかしちゃいけないというか、服を着なさいということになってるんで、なので入れ墨を入れてる人がいないから、あえて裸に、上半身裸になって走れるわけで、で1日30分の運動で鍛えて、あんなになるのかと思いますよね。いやそんな30分だけではならないですよ。寝てる時、就寝中もわからないように腕立てをしたり、刑務官のね巡回の目を盗んでスクワットをやったり屈伸したり腕立てをするのがまあ常でございます。そうやって、だって土日はねできないわけなんで、土日は室内体操って言って、室内の中で音楽がかかってる間10分とか15分できるんで、その間その運動をせずに腕立てをしたり屈伸をしたりとかねやって、まああやって体を鍛えているわけですよ。でね、あれ見て微笑ましくは思わない、脅威を感じるんじゃないですか。あの人たちほとんど出れないと思いますけど、出れた場合あの体の体力を持て余してまた悪いことをするんじゃないかと思っちゃいますよね。だからあれね、なんかいいようで悪いですよ。70代でもあの体ならまだまだやれる。仕事って言ったってその仕事の意味が違いますよね。いや働きたいんでまだ、いやその働くが悪い方のことじゃいけないんだよ。鍛えるの禁止ってなりません、あんなんでは。っていうのは本当にみんなあの人たちは命を奪ってるわけで、あんなに有り余る体力を見せられて、やすやすとそのなんていうの、仮釈放なんかできないですよね。あんなのなんかもうすごい勢いで走って、なんかあれでカッパライでも走られたら、あんなもてな余す体力をシャバで有効活用できますか。私は興味に感じてしまいましたけど、でも刑務所側から言えば、病気になって薬漬けになって、そんなことよりも健康体でいられれば作業もできるわけで、少しでも社会に貢献というか、刑務所で入病になって薬をかかればそれだけ国のお金を使うわけだから、まあ健康であることのがいいですわな。まあでもこの状態見てね、あそこに入りたいなっていう人はいないと思いますけども。じゃあね、話変わって一般の刑務所でどうかって言ったら、やっぱり担当の目を盗んで腕立て、勝手に部屋の中で運動しちゃダメなんですよ。ぐるぐる歩いてもいけない、走るなんて持ってのほか運動もダメなんです。だから2人で例えば肩を揉んであげたり、マッサージもダメです。例えば腹筋するから足を押さえるっていうのもダメです。触っちゃダメです。基本触っちゃダメです、部屋の中とか刑務所の中では。なんで長くいると人に触れられるってことはあんまりないですよね。触っちゃいけない。ただ毎回毎回触れられるのは、担当さんから茶房から出るとき、居室に入るとき、茶房に入るとき、ドアを開けて違う建物に行くときには必ず体を触られるんで、検診、上から肩から腿の付け根あたりまで触られて、何も持ってないかっていう、そういう意味では触られます。だから肌に直接触られることはまずないです。なんか毎朝裸検診、今あるのかどうか知りませんけど、裸検診なんですよ。夏はもう暑いし、もう匂いも嫌だし、冬は寒いし、なんか待ってないといけないですよ。だから今だと距離開けて待ってるのかな、コロナなんで。それはわからないですけど、もうそれがなんかわざと前のね人間を押すと裸なんで肌が触れるわけじゃん。その前にポーツを押すと
いたずらするわけで、うわーとかなって怒られて、もうね、嫌ですね。むさ苦しい男が裸であんなムキムキの男とかがこう縦に並んでいくわけですよ。で、なるべく詰めなきゃいけないんで、ポンと押すと前にポンと、あの玉突き衝突、衝突みたいな恐ろしいことが起こるわけですよ。前の陰部がお尻に当たって、その人間がうわーとなって前に行くっていう、玉突き衝突になるっていう恐ろしいいたずらをやって、もう笑えるんだか笑えないんだかわからないような恐ろしいこととかね、なんか急に嫌な思い出ですね。なんかもう皆さん想像してみてください。あー、気持ちは気持ちが悪いっていうか、そんなことがね、本当に、まあそういう、あの、そういう人、喜ぶ人あんまり見たことはないんだけど、まあ恐ろしいところですわ、刑務所はね。はい、